こんにちは。足をかきながら動画撮ってるウルです。いやめっちゃ痒いんだよね、ここの部分。これなんて言うんだろう、これ箇所がわからない。これなんていう部位なんだろう、わかんねー、すごいわかんねー。ちょっとマイク近づけてみようか。聞こえますでしょうか、この書いてる音。いやガチかゆい、なんか靴下が存在する箇所みたいなところがかゆい。で今回またね、村子がツイートを始めたということで、この村子ね、そうこっち向いてくれ、すごいなんかのポスター見てる。これ何、これ何、パズドラじゃない何かを見てる。これ何なんだろう、わかんねえな。オッケー、さあやっていきます。でこれね、バレンタインの情報来るのかなと思ったら、これまでつぶやいてるんですよ。これドラゴンタイプのモンスター進化能力調整の情報。なんで、めちゃめちゃ情報多いかもしれないから、ちょっと、駆け足で動画撮っていこうかなと思いますので、まずガチャから獲得できるキャラ見ていこうか。オッケーさ。あ、つわきね、これはこの前の頭おかしい武器、このドラゴン25倍っていうね、もうどういうこっちゃねん TV、急にすごく弱い。こっちめちゃめちゃ強いのに。スミレかよわ、攻撃キラー、これ刺さるやついるだ。悪魔キラー、これは強いね。なんでスミレだけ、これなんだ、なんでスミレだけ攻撃キラーなのこれ。せめてマシンとかさ、絶妙なところにしていただかないとね。スミレがすごい、こんな笑顔でいるのに。スミレなんでこんな弱いんだろう。まあ、いっか。ね、うわ強いかな、なおさらスミレ、スミレすごい気になる。待って、カンナも強いな。で、大体のスキルはみんな一緒なのかな。うん、そうだね。80億にしながらヘイストとジンみたいな、そんな感じだよね。で、サツキがマシンと、なるほどね。なんかさらにツイート来てる。まあいいか。で、おやおやおや、お前ドラゴンなのかよ。もともとどこがドラゴンやねん。バカ人やないかい、これ。何が追加されたんだ？卑劣が1個増えました。うん、そんだけかよ。全然ねえじゃねえか。で、火を6個以上つなげていくと4コモカさん、4コモさん一緒でね。何が違うんだろう。ああ、攻撃倍率が40倍になった。まあ、あんまり変わらないかな、これは。うん。ああ、武器強いね。ガチ武器強いかもしれん。列キャラ、誰かいたっけ？まあ、シバドラぐらいしか思い浮かばないんですけど。多分、みんなもシバドラぐらいしか思い浮かんでないかもしれないけど。まあ、シバドラの火力上げるとか。まあ、そんな感じかな。火の列キャラ出たらこいつは強くなりそうで。この子が3ターンで撃てるようになったと。操作時間延長がついたね。操作時間、操作時間4倍？これもしかして1ターンの間操作時間、ドラゴンとマシンスパイム。いや、操作時間4倍すごいな。めちゃめちゃ伸ばすやないかい、みたいな。指には自信があります、みたいな。漫画家になれ、お前は。ナイトメアユナイト、ポケモンかな。全パラ 2.2 倍。ああ、上がってるね。で、3コモカさん。ああ、強くなってる。で、無効感プラスに変わったと。いや、ガチ強くなったんじゃない？これは。で、10強プラスが超覚醒にある。強いね。で、武器が、まあ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 、回復力上げながら無効感だよ、みたいな。まあまあ強い。うん、しかもあれ、ひたこ焼きもあるし。これあるかもね。フェイタンとか、なんか上すごいの書いてある。なにこれ、めっちゃ気になるこれ。星7から8の欲しいウェズゲンモンスターアンケート、なにこれ、誰でも1個くれるみたいな。いや、嘘だろ。いや、そんなことある。で、これは、卑劣を圧縮しました。うん、そんだけ。もう何も変わって、いや、これ変わってるわ。このバインド回復がちょっと強くなったよ、みたいな。で、スキルが7ターンで出てるようになった、みたいな感じかな。オッケー、ちょっと次のやつ、あれが気になりすぎて。ステータスも上がってるんだ。で、なんかいろいろリーダースキルも変わってる。うん。武器は相変わらずぶっ壊れだね。ちょっと早めに行かないと情報多いから、今回。で、こいつもさっきと同じかな。7ターンに変わっただけで、バインドがプラスになったよ、みたいな、バインド回復が。で、これも一緒ぐらいで、スミレですよ。これはどんな感じ？あー、そうなんですよね。スミレが、なんか前回、なんかスミレドラゴンみたいな、これ、和田摘みドラゴンかな、この子。この子のスキルが強化された時に、多分スミレもおこぼれで一緒に強化されてるんですよね。だからいい感じになってるみたいな、そんな感じかな。強いんじゃ、何これ、こんな武器あったっけ。いや、スミレの武器か。まあ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 、絶妙。これ、スミレなんかすごい絶妙じゃない、さっきから。あ、でもこれ強いわ。これなんかめちゃめちゃ回復もらせていただきますよチャンネル。こう回復にまつわる覚醒全部揃えましたみたいな。何でも揃いますよみたいな。ダイソーかよ、マジで。ね。シェリアス。
シリアさん何が変わったんだ、この白身の HP 強化プラス1個ね。3色強、あ、浮遊ついてる、それは強いわ。で、エレメントホール。まあ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 って感じかな。あー、軽減ループじゃない、軽減ループじゃない、これ軽減ループにしてくれよ、これ6ターンの間、これ絶妙だぜ。これはまあ同じ感じかな、まあ同じ感じでしょう。で、ブローチと、オッケーオッケー。これ昔あれだよね、確か LG3 つあったらぶっ壊れだったけど、なんか LG の火力か倍率、火力倍率が上がった時に弱体化されたみたいな感じのやつでしたよね。ただまあ指も2個増えてね、まあ強くなったんじゃないでしょうかと。で、貴族生は来たー、ドラゴンナイト、いやガチ嬉しいわこれ。何変わったんだ、あ、ロック解除がついただけかな、スキルは。まあ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 、で、覚醒も、うん、強くなってる。待って、今ごめん、タン詰まったわ、すごいおじいちゃんかな。オッケー、で、7強がなくなって10強になってる。で、ちょっとだけまあステータスも上がったよみたいな感じなのかな。で、あれなんだね、7強はあの攻撃力にぶち込まれてないんだね。こういう時なんかぶち込まれがちなんだけど、まあ浮遊がついたからみたいな感じなのかな。で、揃えてくれ、無効感と 2A プラス、もともとだった、元弱すぎだろ。そしてこれも変わってないか、まあディダスキーもまあ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 って感じかな。いやー強いね、これはだいぶ強いんじゃない、これで。レックスじゃないわ、火のドラゴンナイト、まああんまり変わってないかな、スキルもまあ似たような感じですよと。毒ダメージ無効化とかついてる。で、な、強いな、これ HP 強化ね、あのチーム HP 強化だったらガチ強かったんだけど、まあそこまではぶっ壊れ、軽い、めっちゃ軽い。まあただ普通に強いね、これは。スキブプラスに封印、なんか刺さるところで刺さる。まあこれも同じ感じかな、まあまあまあ、これはまあまあまあ使うところでは使うみたいな、そんな感じね。で、楓もまあ強くなってるね、覚醒は何も変わってない、なるほど。まあまあここへ流し見でいいかな、まあまあこれも変わらずね。これも家感、あー、なんかあれだわ、何、6ターン自分の攻撃は5倍ループみたいな、使うのかな、そのループは。使います、絶妙じゃない、多分使わないよねこれね。で、バルボア、まあスキルは一緒かな。まあ強いね、これ武器も結構強いと思います。強い、めっちゃ強いんだけど、これマシンタイプ付与できるのがガチでかいね。マシンタイプ付与ってチーム HP3 つもあるキャラいたっけ。なんかアントマン持ってたような気がする、チーム HP 強化3つにスキブマイナスと10コンボ強化。まあだから指が増やせるっていう点と、まあスキルが違うんで、まあそこも使い分けみたいな。あ、もともとなんだ、指が増えただけか、だからあんまりなのかな、もともと使われてないってことはそんなにだったのかな、わからん。僕バルボア持ってないんですよね。オッケー、さあ光ファーガン、じゃあこれゼローグ闇に絶対いるだろう、これチラリズムします、いるー、よっしゃ、いたわ、嬉しすぎ。なんかさ、昨日なんか厳選ガチャみたいな引いたんですよ、8000円課金のあのベリアルがついてくるやつ、魔法石100個とベリアルと厳選5連ガチャみたいな、そこでファガンライ出たんですよね僕、だからマジ嬉しいわこれ。あ、これ初めて知った、ファガンライってさ、これ変身前にこの三種軽減あるのに変身したらなくなるんだね。スキブくれ、すごいスキブ欲しい。 2A プラスが増えただけという謎ね。でまあ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 、何が変わったんだろう、まあ火力が全体的に上がって、スキルが何変わったんだこれ。ああ、上限解放60億がついたのか、なるほどね。まあ強いのかな、まあ微妙ですけれども、強すぎる、あえー、これ強くない、やばいだろこれ。待って、一回水飲もう、一回落ち着こう、ウォータータイム、いややばいわこれ、みんなこれガチやばすぎ、すごい。お風呂入る、村子ツイートしないで頼むの、いいね来ました、ありがとう。いやこれやばいわ、これガチでやばいですこれ。ああもうぶっ壊れてる、本当に当たってくれてありがとう全部交換出してたもんで、ファガン、いや補充ありがたすぎ。オッケー、でここはあんまりかな、
いや、強いや、スキルが2ターンなのか、これが何ターンかによるけど、いや、強すぎガチで。致命 HP 強化3つに暗闇完全耐性は多分初めてだと思う。今までは致命 HP2 個に泥強みたいな感じだったけど、だったから。OK で、ここはまあ離脱機がちょっと変わったよ、みたいな感じかな。うん、そうだね。で、これが毒耐性と。なるほど、なるほど。で、コットンまで、わあ、すごい。まあ、覚醒。まあまあまあ、なんでこれその時に強化されなかったんだろう。なかったのかな、このバインド回復。まあ、バインド回復がプラスになったよぐらいかな。で、コットン。あ、超覚醒に冬。あ、もともとあんのか。わ、こいつ、つなげ消しとかあるんだね。まあ、ここら辺は、まあ、2ターンで打てるようになったよぐらいかな。回復が 1.5 倍なのもでかいね。オッケー。いや、強いね。しっかり、うわ、バインドあるんだけど。うわ、強ー、これ。ガチ強じゃん。やばくないこれ。しかも、HP のこの回復、四つ消しのやつついたのもガチでかいな。いや、ガチ強い。で、このチーム HP 強化の最後だけ、なんか違うんだけど、中国産なんだけど、一個だけ HP 強化。僕もなんか日本産ですよ、みたいな顔してるけど、若干違う。で、まあそこは、あとは色違いみたいな感じかな。まあ色違いですね。色違いだ。で、シリアスルーツ。まあこれはこの前情報来てたのと変わってないかな。いや、武器強いわ。T 字、T 字ついただけか。もともととあんまり変わってない感じか。いや、ヨグとか強くなってほしいな。いや、ヨグ微妙だな。絶妙だわ。なんか昔環境取ってたやつがさ、再び強くなるみたいなあったらガチ嬉しいんだけど。まあまあまあ、まあまあ強い、これ。これ黒飛びとかにつけたら火力ぶち上げ TV なんじゃないこれ。あれ、こっちなんだっけ、あ、まあ、列か。まあ、カンナも強くなって、まあ、スキブプラスになりました、みたいな、そんな感じかな。オッケーさ。いや、もう情報が気になる。すごいいっぱいあるからさ。いや、ガチ面白いんだけど、こう、情報見るの楽しすぎ。ゼログは10強が1個増えた。増えたってか7強が10強に変わったと。まあスキルは変わってないんだね。で、これもまあ普通ぐらいかな。まあまあまあ武器もまあ普通ぐらいかな。なんかゼローグ思ったよりだった。ファガンがぶっ壊れてるけど、ゼローグ絶対、いや、でも強いな。よく見たらこれ、2個完全耐性だわ。毒と暗闇。いや、強すぎ。ガチ強すぎ。で、サギリ。もまあ、離脱機が 77% 軽減になりましたよぐらいかな。ですね。まあ、超覚醒とかね、もともとのこれはまあぶっ壊れてるから結構浮遊ついてるから、そこは変えれなかったみたいな感じかな。いや、強いな。これ、しかも2ターン遅延もありますよ、スキルに。いや、ガチ強いんだけど、チーム HP1 個増えて、まあ、だけか。いや、でもチーム HP1 個増えるだけでガチでかいからね。まあ、これもまあまあ強いと。で、これは一緒かな。で、サツキ。まあ、サツキ。あ、でも、冬ついて火力めちゃめちゃ上がってるわ。すごいぜ。いや、強すぎ。どういう体勢やねん。土下座してんじゃん。サツキ。なんか、めちゃめちゃ怒られたのかな、上司に。いや、まあ、これも強いね。他の、あれ、情報見たいわ。オッケー。ダンジョンのやつもいるんですよ。いや、ガチ長いな、今日の動画。これは、ヒット開口つめい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 。オッケー。で、これで、指がめっちゃある。指すごいな、これ。いやー、なんかめっちゃ面白い性能してるんだけど。うわ、面白すぎだろ。セディン、この百式でいつもブチ切れてくるやつね。いや、ガチ強いな。楽しいぞ、これは。あ、ニーズエッグ強化されてる。超つなげ消しついてるんだけど。え？やばくないこれ。ロック解除して上段横2列を火に。あー、これやばいわ。4体でループするわ。しかもヒドロ強。いや、無課金の、あれではだいぶいいんじゃないこれ。ね。いや、ガチ強いと思います。で、いや、これ3体でループするんだっけこれって。4体だっけちょっとわかんない。で、カジン、多分3体だと思うわ。で、まあ、こいつはま、こんな感じかな。いやー、これマジやばいよな。このシードラ系ガチですごい出世してるよね。で、スターリング。まあ、スターリングも、いや、もうめちゃ強い！冬ついてる！で、これガチぶっ壊れなんだけど。これ、昨日見てさ、信じられなかったんだけど、やばくない？これ。ただのドレスでなんでこんなに強いんだ。
誰でもドレス出張セットね、すごいコラ作れそう。ね、いやなんかチーム HP あったらなんか勝手に武器だと脳内で判断しちゃう節あるわ。オッケーさ、まあこんなんで、キガーダーゴッドカノープス、いいね。ね、スキル弱ー、スキルが弱すぎる。なんでこれもう一ターンでもいいぐらい弱いぜ。今ドロキュアあるから一ターン無理か。で、なんかあれだね、スキブがめちゃめちゃ多い。うわ、回復状況めっちゃある。あれ強いんじゃないこれ。いやー、ステータスが低すぎる。ステータス低い。回復努力をめっちゃついててね、なんか書いてること、いやスキブねえし、いやバインドねえし、いや弱え。なんかパッと見強そうだけどよく見たらめちゃ弱え。ね、これがケツァルコアトル。なあ、冬ついてる。うわー、いいなーね。いいんじゃない。これ光がヘキサゼオンですよ。もう永遠にリーダースキル与えられない人ね。これあれですよね、冬ついてこれ上限解放66億になったんですよ。確かこいつがあれですよね、パズドラ6周年で実装されたキャラだったのかな。だから66億なんだと思います多分。いやーいいね、ガチ強すぎ。わー多分そうだわ、このめっちゃ6に合わせてきてる。すごい悪魔の数字ガチ勢だぜ。でまあ武器はこんな感じか。まあ無課金だからね、ここら辺も。いや、ミルいいね。ミルが4ターンになったんだ。いや、強すぎ。で、まあさすがに、いや、冬ついてるわ。さすがに冬ついてないって言おうと思ったけど、冬ついてるわ。やばすぎだろ。いや、もう無課金なのに、すごいことになってる。出た。この一切売れなかった時計、297プロジェクトの。で、まあこんな感じかな。で、闇が、うわ、すごい、なんか、デカ金玉ブラックホールみたいな。不要2個待って、今まではガードブレーだけですごいことになってる。不要って2個できるんですか。マジかよ。エンドオブカオス。いや、カオスすぎるだろ、さすがに。うわ、バインドの位置気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪い。で、いいね、いいね。あ、出た、これ。今日節分じゃんって、今日2月2日でね、明日なんですよね、節分。僕があまりにも愚かすぎるツイートね、これ。じゃあ消したい。オッケーさ。すべての記憶から消えていただきたい。まあ、こんな感じかな。いや、こいつ、かくも冬あるくせに火力なさすぎだろ。一応住居プラスあるけど、なんか絶妙だな、これも。まあ、いい感じなんじゃないね。いや、こんな感じか。これ動画2本に分けようかな、長くなるし。ちょっと次の動画でバレンタイン触れるわ。じゃあね。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。